って後方控えているのは8番の平原です。さあ間もなく残り600の鐘、6番の佐藤が後ろの様子を伺っている。さあ佐藤が後ろの様子を伺って、4番手2番の村上義弘もまだいる。さあ7番手8番の平原も仕掛けない。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残り1周。さあ6番の佐藤が意を決して飛び出した、先行です。2番手は3番の山崎、3番手には9番の伏見がいる、4番手2番の村上義弘、さらには7番の村上弘之も続いた、4番の市田が6番手、さあ8番平原は7番手だ、まくっていたのは村上義弘、村上義弘2番手5まで上がってくるが、さあこれはなかなか苦しいか、3番の山崎飛び出した、後方からは8番平原やってくる、4コーナーから直線、山崎先頭に変わった、外からは7番の村上弘之、山崎か村上弘之か、最後は並んだ、山崎か村上弘之か。